カ西川下流カより撮影金山橋は、岐阜県鴨モ群八尾津町とカ西シの木曽川に架かる、岐阜県道三百六十五号カネヤマ停車場線の橋梁である。現在の橋は四代目である。初代、二代目は有料であった。千八百九十一年九月五日、金山橋が開通する。延長二百六十五尺、幅十尺の全木製の吊り橋であった。 開通当初の料金は、人が7輪、荷車人力車が2000、牛馬が2005輪であった。位置は、現在の金山橋の約900メートル下流であった。1907年、金山橋の老朽化により、同じ位置に金山橋が開通する。1923年6月11日、現在の金山橋の下流約500メートルの位置に、 金山橋が開通する。橋は岐阜県が築き、無料の橋となった。延長107.5メートル、幅3.5メートルの鉄骨製の吊り橋であった。昭和30年以降、自動車の通貨が著しく増加し、金山橋も老朽化が進んでしまう。1965年10月に橋下駄が破損し、全面通行止めとなる。また、ワイヤーの腐食が深刻となり、 金山橋は人間二輪車専用となる。1967年、金山橋が開通する。金山橋は人間専用となる。しかし老朽化が進行し、1992年に通行禁止となり、1995年に解体される。ありがとうございます。